はい、どうもペパーズです。今日は円高ドル安がめっちゃわかるという動画を解説していきます。円高ドル安ちょっとねよくわかんないですよね。それでまあお手上げの方もねたくさんいると思うんですけども、今日はですね、まあ、難しいんですけど、難しいながらもねわかりやすくね最後まで解説していきたいと思うのでね、ぜひ最後までよろしくお願いします。では行ってみましょう。まず円安ドル高について解説していきましょう。どんなものかというとですね、まあ、円が安いドルが高いということですね。安い高いっていうのはねよくわかんないですよね。これ価値が安い価値が高い、まあ、こういうふうにね覚えておくと、あの金額がね上がった下がったに惑わされることなくね理解しやすいんじゃないかなと思います。ドルと円の関係はねシーソーの関係で、ドルが上がれば円が下がる、円が上がればドルが下がる、まあそういう関係でシーソーになってますんでね、このことをぜひ覚えておいてください。じゃあ例えばシミュレーションとしてやっていきましょう。まあ、1ドルが100円だったと仮定します。そうしますと、君の1ドルを交換してくれないと言いますね。そうするといいよと言って、まあ、これが交換することが可能です。まあ、これが1ドル100円の場合ですね。で仮に1ドル200円になるとどうなるか。君の1ドルを交換してくれないと言います。100円のつもりで言ってるんですね。そうするとですね、相手がね、あちょっと待って、今1ドル200円だから100円だと私の持ってる資産が半分になっちゃうから200円ちょうだいねと言います。え、今までより余計に払うってことは円と価値は下がったんだね、つまり安くなったんだねっていうことに気づきますね。これが1ドル200円になると、1ドル100円の時に比べて円安になったという現象ですね。円の価値は下がったってことはドルの価値は上がった、まあ、真相の関係ですからこういうことになりますね。で200円上げて1ドルバックされます。まあ、これが1ドル200円になった。つまり1ドル100円の時に比べて円安になったということですね。これで円の金額が上がってんのになんで円安なんだっていうね、これが落とし穴というか罠、最大の罠ですよね。これによってね、私もちょっとね、こんがらがる時があるんですけど、まあ、こういうことだということをね、単純にね、覚えておいてください。これが円安ですね。極端な例ですけど、もしも1ドル100万円だったらどうしましょうと。で1ドルをあなたが得たいと思ったら円を多く払わなきゃいけないんですよ。だって1ドル100万円ですからね。仮の話でもそんなことはないですけど、今は円に価値がないから、まあ、円がね紙くずみたいになっちゃってるよと、ということで価値がないからね、まあ、私はドルを持っていたいなと思うのは当然ですよね。まあこれはね絶対ありえないですけど、1ドルが100万円だったとしたらドルの方がねはるかに貴重だってことですよね。もう円はいくら積んであったってドルにはかなわないってことですから、円の価値は安いってことですから、価値があんまりないってことですよね。もうちょっとわかりやすく言い換えるとですね、無人島があったとします。で無人島に男の人が10人いたとします。そこへですね、女の人が1人だけやってきたとします。1人ですね。男10人に対して女性1人。この女性すっごい価値があると思いませんか？めちゃめちゃ価値ありますよね。男10人、野郎ばっか10人ばっかいて、女性が1人だけいると。この状態で、この女性はものすごくチヤホヤされます。男10人、女性1人。女性の価値が高いってことですね。例えば、女性イコール1、男性イコール10。そうすると、まあ女性の価値が高い。で、それでですね、ピピピピッと、なんか増えましたと。男性10人に対して、女性が12人になりましたと。そうした場合は、前回の無人島に女性1人の場合に比べて女性が12人になって増えちゃったということで、数字上は増えてますから、女性高になるんじゃないのというふうに考えますけど、この女性の価値12人になっちゃったんで、1人1人の女性の価値が下がってきますよね。今までは1人だったから、10人の男性に、戦法の眼差しで見られてたのが12人になっちゃったら薄まっちゃいますよね。だ自分だけじゃなくて隣も隣の子も隣の隣の子もみんな価値があるみたいな、そういうのでこれで、まあ、女性の価値は下がると、まあ、これが円安円高と置き換えられるのではないかなと思うんですね。価値が上がる価値が下がる、まあ、こういうことですね。
1人から10人に増えたから女性だからなんじゃないのと思うけど、女性休んだんですよね、この場合はですね。まあ、こんな感じでざっくりと覚えておいていただけると分かりやすいかなと思います。では続きいってみましょう。次、円高ドル安ですね。円の価値が高い、ドルの価値が安い、まあ、シーソーの関係ですね。まあ、例えば1ドル100円の時、君の1ドルを交換してくれない、これデフォルトですね。まあいいよと。で、仮に1ドル50円になっちゃったとします。で、君の1ドルを交換してくれないって言って、で、いいよって言うんですけど、あれ、今まで交換してたら100円もらえてたのに50円しかもらえないんじゃん。そうするとドルの価値って100円もらってた時の半分になっちゃいますから、安くなっちゃいますよねってことですよね。まあ一応交換するとします。これが円高です。円の価値が高くなったと、ドルの価値が水素の原理で安くなったと、まあ、こういうことですよね。仮に、まあ、これもありえない話ですけど、1ドル1円になっちゃったと、1円の価値しかないんだドルって、めちゃめちゃ安くなったんだよね。で、まあそういうことですよね。この価値はとんでもなく安くなると、まあ、このシーソーの原因、1ドル100円から200円になるとドルと比較したときに円を多く払わなきゃいけない、つまり円安ドル高。1ドルが100円から50円になるとドルと比較したときに円を支払うときに少なくて済む、つまり円高ドル安になるという関係ですね。これは通貨の上がった下がったっていう数字の大きい小さいの問題じゃなくて、通貨の価値の問題なんで、減少の問題ではないということですね。まあ、改めてですけど。次に円安ですね。円の価値が安いのメリットとデメリットについて解説していきましょう。円安のメリット何かっていうと、まあ、一つに輸出企業が儲かるということです。まあ、どういうことかというと、まあ、これちょっと逆にはわざと書いてみたんですけど、100円で1ドルだとします。100円で1ドル、そうすると200万の車を買いたいなと思った時に、まあ、2万ドルかかるということですね。で、円安になりましたよってなると200円で1ドルになりましたと、そうすると200万の車を買うのに今度1万円で買えばいいってことになりますよね。1万ドルで買えばいいってことですね。つまり安く買えると、あのドルで買うとですね、つまりアメリカで買うと安くなるということから、安いから売れますよね。今までよりも半分の値段で買えるとなるとめちゃめちゃお得ですよね。そうすると当然輸出が増えると、日本で売るよりもドルのところで売っちゃった方がはるかに儲けるわけですよね。まあ単価は下がるかもしれないですけどね、そういうことで輸出が増えるということですね。で、もう一つ、日本への観光客が増加すると。例えば1ドルが100円で、500ドルで5万円だったとするのが、円安になると1ドルが200円になりましたよっていう円安のニュースが流れると、500ドルが10万円になります。つまり外国人が500ドルで今まで5万円分日本でしか楽しめなかったところが今度10万円になるんで、今までよりグレードのいいホテルに泊まったり、今までよりもっと遊べるようになったりしますね。つまり日本を2倍楽しめるぞということでですね、日本への観光客が増えるということですね。で、逆にデメリットは何かというと、輸入品が高くなるということですね。で、円安になると今まで50ドルで5000円払っていたところが50ドルで1万円払わなきゃいけなくなると、ということは高くなりますよね。原油が高騰すると輸入に頼って日本は同時に電気とかガスの値上がりにもつながりやすくなるんですよね。そうすると不況感が強くなるということですよね。まあ、こういう原油高になりますね。で、海外旅行が高い、500ドルで5万円かかってたとしますね。で、円安になると500ドルで、10万円かかってしまうよと。つまり今まで500ドル、で海外旅行すると、5万円分のところで遊んだり食べたり泊まったりできたのが今度2倍かかってしまうと。いや、2倍の出費は痛いでしょうということで海外旅行は高くなるんですね。で、円高、
このメリットとデメリットは何かというと、まあ、逆ですね、海外製品が安くなる。100円で1ドル。で、円高になると50円で1ドル。まあ、半分の値段で海外の製品が買えるとなると、もしアメリカから1ドルの商品を買った場合、日本円で50円の支払いが少なくて OK になるし、原油価格、ブランドバッグ、まあ、海外のですけどね、電気代も下がることがあるよということで、まあ、恩恵が受けられるよということですね。と同時に、これも逆張りで海外旅行も安くなると。500ドル払って5万円のところが、円高になると、500ドルで2万5千円。半分になるんで、半分になったから、今までの倍回れると。倍のね、例えばお土産が2個から4個買えるとかね、そういう感じですよね。っていう風になりますね。さあ逆に円高のデメリット。まあ、これも、円高の円安のメリットと逆ですね。輸出産業のダメージ。まあ、円高になると1ドル100円だったのが100万円だと、この車があったとしたら、1ドルが50円になったとしますね。そうすると50万になってしまうんで、海外で売ると50万の損失ですね。そうすると輸出しなくなりますよね。損するからね。輸出産業がダメージを受けて海外で商品が売れなくなる。つまり日本の製品が高くなるということが挙げられますね。で、輸出産業のダメージ。これも一緒ですね。こうなると日本企業は海外での現地生産へシフトチェンジしていきます。海外で製品を作って売れば円高の影響を受けませんから、どんどん海外で工場を建てて、そこで現地生産して現地で売るということが主流になってきます。そうするとどういうことが起きるかというと、日本のドーナツ化現象が起きると。空洞化現象とも言うんですけども、要するに日本の優秀な、生産力が海外へ流出してしまって、まあ、海外の工場を建てたりする。しますよね。そうすると日本の空洞化、経済の空洞化、まあ、工業の空洞化などが起きて、まあ、日本がねドーナツみたいにスカスカになってしまうよというね、こういうまあ悪影響もあるということをね覚えておいてください。つまり円高円安とは何かというと、円高は円の価値が上がる、円安は円の価値が下がるということですね。さあ簡単に、ごちゃごちゃしてるのでまとめると、円安の場合ですね、輸出産業が有利、観光客が日本へたくさん来ると。で、海外の資産が上がると。で、デメリットは輸入品が高くなる、海外旅行も高くなると。で、円高ですね、輸入品が安くなる、海外旅行も安くなる、電気代も安くなるかもしれない。で、海外での日本製品が高いと、輸出産業が今やばい、海外資産の目減り、生活必需品等の値上げが考えられますよということで、こんな感じでまとまってみましたけど、まあ、ざっとね説明しましたけどね、まあ、ちょっとねなんとなくでいいから、なんとなくイメージがつかめたよぐらいでいいと思います。細かくねどのこうのっていうのはねともかくとしてね、自分がここはちょっと覚えときたいなっていう、このグラフの4つの中でですね、どのセクターに注目するかですね。例えば円安のメリットだけを抑えたいとかね、まあ、円高のデメリットだけ抑えときたいとかね、まあ、自分の生活パターン、生活様式に合わせてですね、この円安、円高、ドル安、ドル高、どこの部分に注目したら自分の生活がどうなるかっていうところに、ね、フォーカスしていただいて、まあ、この動画をね、参考にしていただければ幸いだと思います。ということでまとめです。円安円高ね、なかなか理解できないところがあるんですけども、まあ、この動画を何度かね、見返してもらってですね、まあ、感覚的に、こうなんだなっていうなれることで、で、自分の生活様式に合わせて、今のお金をどう使っていけば、どういうふうにお得になるんだろうということをね、考えていくきっかけになれればいいかなと思うことで、今日の動画はお開きにしたいと思います。さて、いかがだったでしょうかね。まあ、これからもね、こんな感じでですね、まあ、わかりやすくね、まあ、ちょっとね、全部わかったかどうかわかんないですけど、こんな感じでやっていきたいと思いますのでね、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてベルマークをよろしくお願いします。ということで、今日のところはお開きにしたいと思います。では次回の動画でお会いしましょう。皆さんさようなら。